ようございます。今朝ちゃんばびよったらですね、なんか女性は営業職とかやっぱそういうほら表に出る方はメガネってやっぱ買っちゃダメってニュースが流れてましたですね。女性差別じゃねえか、まあ、確かにそれは言えてますよね。でやっぱメガネがあると可愛く、そんなことないですよね。可愛い子はメガネかけても可愛いし、可愛くない子はまあ可愛くない子ですよね。それしメガネ関係ねえ、ブスだよブスだよなとか言って、ふって見たらうちの嫁はメガネかけてるんですよね。なんてえーって、へーって感じなんですよ。これやばいって思ってから思わずですね、私こうやって、おう、メガネ。昭和のギャグの、昭和の安さのギャグで、この場を逃げようかなと思った親父でございました。はい、失礼いたしました。しょうがねえな、もう。今日はなっちゃったかな、11月の8日のキンキンな金曜日夜7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。ちょうど今ですね、向こうからこうペーとかお日様がかかってですね、とてもいい感じでございます。さあ今日も一日頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。